方が薬局マジで No Doubt。 はいさあ、おがやかチャンネルへようこそ。ワリポップです。ムレです。はい、はい、ということで今回は3番勝負2回目です。イエーイ。からの玉木浩二。今回はじゃあ僕からちょっと出させていただこうかなと思って、ね、漢字読めるかな。お、私からは漢方の名前をとさせていただきます。いやーいやー、はあ、で、はあ、ムーちゃんからは、私からも、ムーちゃんからは僕何も考えてないで、なんか今思いつくことで、まあ思いつくもの、うんうん、福岡の人でもなかなか読めない感じの地名。どうですか？いいですね。地名あんま詳しくないですもんね。そう、意外と知らない地名めちゃめちゃあるんですよ、はい、読めない感じが。確かにこれを見てね、福岡来た時に読めるようになるっていう、やっぱいいですね。その道知識に、はい、いいかも、これでしょ。やりましょうか。はい、じゃあ漢字の名前勝負いきます。レッツゴー。わー、なんだろう、でも絶対、はい、できました、はい、じゃあ皆さんに先にお見せしておきましょう、はい、こんな感じしてました。何ですか？まあ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 難しいんじゃないかなと思います。意外と知らないやつもいっぱいあるからな。じゃあ、はい、どうぞ。タンタランタ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 ン。あね、下見たか。ああ、一番上からは簡単ですね。今この時点で合ってるか不安なのどれですか？下。これ？うん。これはわかる？わかる。わかるの？変えようかな。うんうん。じゃあじゃあ行きましょう。じゃあ第一問、こちらは？女神さん。おマジで？これマジでわかる。これ2つは正直言って私が、うん、あの働いてる店舗で出てることがあるので、うん、私何店舗か行ってますけど、一番最初の店舗が結構漢方が出てたんですよ。あー、そっかそっか、そあそこはあるもんね。そうだから、そっか、ミスった。結構ね、そっか、いいか。はいはいはい、じゃあ次は小半下下伏両頭。おお。でね、下ね、これは下ね、下がね、これです皆さん。これこれね、見たことあるよ、見たことあるけど、ちょっと待って、何間違っていいよ。ご、ごし、ごし、ごし、そこから何これ、ご、ご出走、ご、ご、ごし、何これ、ご出走、ご出走、何、ご出、もう適当でいいよ。ご出、ご出、ご主…ご主…ご主輪刀。かっこいいな、割れてみた。ご主輪刀、ご主輪刀、わかる。じゃあまず第一問、はい、まあ、女神さん、これはそうですね、女神さん、はい、なんか月経不順とかに使われるような薬ですよね。そう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 。で、小半下下伏両刀なんですけども、まあこれもなんか吐き気とかに使われるような薬で、ご主輪刀。ちょっとね、ちょっと今惜しいよ、はい、ほんと、ほうほう、答え、ご主輪刀なんや。ご主ってなった時点であったんや、ほんと。ご主までいけるけど、ここがわからない。で、この、これが、まあ、まあ、頭痛とか発見に使われるような漢方ですよね。うん、まあ、結構、難しい、初めての人が見たら難しいけど、薬剤師さんとかだったら、もうすぐ分かっちゃうような名前ですもんね。うん、でも、これ、女神さんっていうのは意外となんか分からないっていう方は多分多いと思います。うん、でも、名前通りですよね、ほんと。女の神の薬ですよね。そう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 、なかなか確かにこれは読めないかも。ね、女神さんでよくないですか？そう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 、女神って私よ、最初女神で思ったんですよ。女神さんなんですねって。そう。あなた女神さんなんですね。いや、私は女神さんです。いや、あなた。なったもん。そう。じゃあじゃあじゃあ、むーちゃんは2点、うん、2ポイント獲得で。やった。はい。はい、来ました。いきます。見えるかな？たらーん。これ、皆さんわかります？ちょっとこれ自信ある。上は結構簡単なんですよね。福岡の人だったら多分絶対わかるだろうっていう。いいですか？はい、たらーん。ええこれです。いや、私知ってんの。いや、見たことある。あるでしょ、これ。この2つわからんわ。この2つわからんわ。一番上は、うん、雑種のクマ。お、正解。多分皆さんビビってますよね、雑種のクマ。雑種のクマ、これ駅もあるんで。駅もある。これはなんか西鉄というか、西鉄は駅の名前なので。これ、いや、これ、これ違う。これね、東区にあるんですよ。東区に何文字かだけ教えて。4文字。これ4文字です。これは、これは一番下は、
5文字、うん、これは市内じゃないんですよ。これ朝倉の方にあるんですけど、これ私何度か行ったことあるかな、うん、名前は知ってました。最初読めなかったです普通絶対読めないこれ。え、読めない伸び方多分。あのね、この字で、あ、まあ、ここ分かりますよね。これは、うんうん、これは3文字ってことですね。そう分かった分かった。じゃあそう、はい、じゃあ脱書の句は、まあ、うまいでうまいよー私もっ、ね、てやめましょう。うまいでうまいで、はい、ととずめいん、とずめいん、すずわからんよこれ。これちなみにあの私知らなかった、あの地下鉄の箱崎線の駅名にもなってる。うまいでうまいでじゃないよ。つどめいん、じゃあうまいで、うん、あなたでうまいで、うまいでは、うん、駅名にも。名前何？これですね、前田市です。は、ま、前田市、はい、前田市前田市、うん、前田市で、しましたわ。薄の院です薄の院でございます。薄の院でございます。ちょっと待って、読めんやろこんないや、本当に福岡って本当に北九州とかも俺絶対勝ったと思ってたけどね、さっき正直だけど、ね、モノマネ多いって言ってなすごいですね。もしもシリーズでモノマネしようか。おやったで。今流行る King&Prince、 キンプリのあれですよ。シンデレラガール、そう、シンデレラで、で、玉置浩二面白いです。僕すごいよ、世界観がぐちゃぐちゃやん、これ。もう、君は、あ、ダメだ。もうダメだ。よれてなかったもんね。ちょっと、今、雰囲気つく。君はシンデレラか、My precious love。すいません。ファンマシードラッグ王が24時間よかとよ相談だけん頼りがいあろうがハーテンクロスがスローガン大賀薬局マジでノーダウン。じゃあ今回3番勝負またムーちゃんにね。じゃあこの前の3番勝負も結局コメント 何個か来てて、結局ムーちゃんが2、ムーちゃんが2、俺1、ムーちゃんが2、俺1っていうのが多かったんで、結局ムーちゃん勝ちなんですよ、うん、オファーを待ってきたもうね、私あれ自信を持って。どこ見とんか犬のね、わしのものまでは似とったやろお前。いや、私の方がリアルだったってこと。じゃあ、なんか1個見して。え1個、うん、へぇ、どうしようかなアニメでアニメでいいよアニメで。あー、じゃあまたクレヨンしんちゃん。クレヨンしんちゃん、また私結構クレヨンしんちゃんも。いいよあの、ねねちゃんが自分のことねねはねって言うんですけど、そのワンフレーズ、全力でいいよいきます、温かい目で聞いてくださいね。ねねはに、い、今ねねちゃんですか、しんちゃん